やっほー、ずんだもんなのだ。どうも四国メタンです。さて、今回は変態を解説していこう。地球上には僕たちも想像できないほど様々な動物が存在している。そうよね、変態は想像がつかないわよね。古代ギリシャのアリストテレスは変態を早すぎる誕生と表現したのだ。人類には早すぎたのが変態だものね。そして動物の約7割は変態するのだ。7割が変態する。まあちょっと意地悪な言い方をしたんだけど、地球上の動物の7割以上は昆虫だし、昆虫の 99.9% 以上は変態するから、今みたいな言い方をしてみたのだ。待って、さっきからおかしいと思ってたけど、変態っていうのは何なのかしら。昆虫は変態と密接な関わりを持っていて、ほとんどの昆虫はその一生で幼虫、サナギ、成虫へと大きく姿を変える。この変化を変態と指すのだ。なんだカエルがオタマジャクシになるあれね。うん、なんだと思ってたのだ。なんでもないわよ。でもいつからなぜ変態するようになったかなど、変態の進化には大きな謎が残されている。というわけで、今回は変態についての仮説や進化についてわかりやすく解説していくのだ。よろしく頼むわ。さて、最初は変態の研究の歴史を振り返ってみよう。血を張っていたエモムシが羽で空を舞う蝶になったり、腐葉土を貪った幼虫が硬い鎧を持つ甲虫に変化する。さっきも説明したように、変態とは昆虫が一生のうちで起こす劇的な変化なのだ。そしてよく間違えられがちだけど、これは進化ではない。今思うとポケモンの進化はどちらかというと変態に近いわね。人類が昆虫の変態について考え始めたのは、記録に残っている限りでは人類史の古代なのだ。冒頭でも少し出た古代ギリシャのアリストテレスは、変態を早すぎる誕生として捉えていた。どのあたりが早すぎると思ったのかしら。それは言葉の意味の通りで、卵から出てくるのが早すぎたという意味なのだ。アリストテレスは変態する昆虫の幼虫が卵の中で成長しきるより早く出てきてしまったのだと思ったのだ。本当は成虫の姿で卵から出てくるものが未熟なままに生まれたのが幼虫だとした。なるほど、生まれるのが早すぎたんだと思ったのね。現代に暮らす僕たちはこの仮説が間違っていることはわかるけど、この考え方は1600年頃まで引き継がれていった。1600年代の解剖学者で医師だったウィリアム・ハーベイという人は、幼虫は不完全な卵を捨てて活動する胚だと考察したのだ。ちょっと難しい表現ね。つまりどういう意味なのかしら。簡単に言うと、栄養不足の卵から細胞が出てきて餌を求めて動くようになったって感じなのだ。さっきのアリストテレスの説に近いわね。そしてサナギを第二の卵だと定義して、動く胚が再び孵化するためのものだとした。また幼虫と成虫を全く別の生き物だと考えたのだ。2回孵化することで生まれ変わってると思ったのね。でも別個体だと思うくらい見た目が違うから、そう思うのも無理はないかもしれないわね。だけどこの主張はオランダの生物学者で比較解剖学者であるヤン・スワ・メルダムに否定される。そして彼は同じく1600年代に様々な昆虫を解剖して中を観察したのだ。その結果、幼虫と成虫は別の生き物じゃなくて、成長段階が違うだけの同一個体だと結論付けた。どうして解剖することでそれが分かったのかしら。サナギ、そしてそれ以前の姿である幼虫の中に、成虫が持つ羽の一部などの体の一部を発見したのだ。羽みたいなパーツが幼虫の時からあったの。当然ながら未発達のものだけど、確かに持っていたのだ。つまりどれだけ姿形が変わっていても、幼虫から成虫までは同じ生き物だという連続性をこの観察は示している。生まれ変わってるんじゃなくて成長過程の一つだったってことね。じゃあそもそもどうして昆虫は変態するようになったんだろう。2009年、ドナルド・ウィリアムソンという人は、とある具体例を出しながら雑種の誕生こそが変態の起源だったと主張した。ハイブリッドみたいな感じかしら。そういう感覚でいいかもね。長く柔らかい体に数多くの短い足を持ってる動物の分類群である有双動物を知ってるかな。イモムシみたいな見た目をしてるわね。有双動物の代表として有名なのはカギムシなのだ。ウィリアムソンさんはこの有双動物と飛ぶのに向いていた何かの雑種こそが変態の起源だと提唱した。またこのように異なる種同士が交配することを交雑というのだ。
なるほど、かなりユニークな説ね。イモムシが蝶になるという事実自体、冷静に考えるとユニークな現象だから、それなりに飛躍した説明をしたくなる気持ちもわかるのだ。だけどウィリアムソンさんの雑誌説には結果的に批判が多く寄せられた。だったらどうやって変態を説明すればいいのかしら。変態を説明するには変態を知る必要がある。なのでここからは変態を深掘りしていくのだ。まず代表的な変態は主に2種類あるから、その2種類について解説していくのだ。1つ目は不完全変態と言われるもので、簡単に言うとサナギの段階がないものになってる。不完全な変態ってちょっと面白い響きね。不完全変態を行うのはバッタやコオロギ、カマキリなどなのだ。彼らは幼虫の時点ですでに成虫と似た見た目をしている。脱皮を繰り返すことでどんどん大きくなり、その末に成虫へと成長していくのだ。確かに跳ねるだけの小さいバッタはよく見かけるけど、あれは幼体だったのね。きっとそうだろうね。その小さいバッタのように不完全変態を行う昆虫の幼虫は若虫とも呼ばれるのだ。また不完全変態を行うものでも幼虫と大きく姿を変えるものもいる。例えばトンボがそうなのだ。卵から帰ったトンボの幼虫はヤゴと呼ばれ、羽は持っていないけど成虫に似た姿をしている。そこから浮かしてトンボになるのよね。彼らはサナギの段階がないだけで見た目は大きく変化する。卵から幼虫、そして成虫という順番で大きくなるものが不完全変態なのだ。覚えたわ。サナギの有無が大事なのね。ってことは不完全変態の反対の完全変態はサナギを作るものなのかしら。その通り。メタンは物分かりがいいね。えへへ。クワガタのような甲虫類のようにサナギの段階がある変態が完全変態なのだ。他にも蝶のような輪子も下ったり、アリやハチも完全変態する昆虫に含まれる。ちなみに完全変態を行う昆虫の幼虫は若虫と呼ばれることはないのだ。そこはちょっとややこしいわね。一応不完全変態の幼虫は妊婦、完全変態の幼虫はラーバというふうに使い分けられる傾向がある。ただヤゴのように昆虫によっても慣習があるから、そっちに合わせた方が楽だと思うのだ。今回はこんがらがるから、どちらの子供も幼虫と呼ぶのだ。了解よ。さてここからは変態の歴史を遡っていくのだ。変態の歴史。メタンはいつから昆虫は変態していたと思う？そうね、とっても昔だってことは想像がつくけど、そもそも昆虫っていつから地球にいるのかしら。最古の昆虫だとされるリニオグナタは約 4.1 億年前のデボン紀から見つかっているのだ。ゲームでよく出てくるやつだわ。このリニオグナタはそもそも昆虫なのかはっきりしていないものではあるんだけど、4億年前にはすでに登場していて、同時期に虫が上陸してきたとされているのだ。最初に陸に上がってきたのはサソリのような胸郭類だと考えられている。昆虫は胸郭類じゃなくて甲殻類から分岐した六脚類の一部なのだ。サソリみたいな生物は変態したのかしら。そのような痕跡は見つかっていないし、現代の胸郭類も変態はしないことから、おそらくこの生物も変態は行わなかったと考えられているのだ。でもサソリって脱皮を繰り返して成長していくわよね。その脱皮と不完全変態は別物なのかしら。それだと実は変態というには足りないのだ。彼らの脱皮は繰り返されるごとに所々が発達していくものだから、これを変態に含め始めると人の成長や発達も変態になってしまう。なるほどね。つまり幼虫からサナギに成長するような見た目や機能面での大きな変化がないと変態と呼ぶことはできないのだ。さて話を戻して最初の変態を考えてみよう。変態を行うのは六脚類のグループで、俗に言う昆虫たちなのだ。ただし全ての昆虫が変態するわけじゃない。あら、変態を行わない昆虫もいるのね。そうなのだ。そもそも六脚類の中でも初期に分岐した内顎類という生物は6本足を持っているけど昆虫には含まれないのだ。足が6本あるからって必ずしも昆虫だとは限らないのね。まあ日常的に出会う6本足の生物は大体昆虫であるという認識で大丈夫なのだ。昆虫の中で最初に分岐したと考えられているのはイシノミという生物なのだ。こいつは羽を持たない昆虫、いわゆる虫昆虫の一群で、15ミリ以下の小さな昆虫だ。お腹を地面に叩きつけてジャンクするのが特徴なのだ。
見た目はエビっぽいわね。そして次に分岐したのがシミなのだ。あら、この子の見た目もエビっぽいわ。見た目以外にも似ているところがあって、まずこいつも羽を持たない虫昆虫なのだ。そして石の実もシミも昆虫の中で最初期に分岐した生物だから、とある原始的な特徴を残している。原始的な特徴、海から出てきたばかりだからエビと似ているとかかしら。石の実もシミも変態しない、つまり無変態の昆虫なのだ。原始的な昆虫は変態をしないのね。卵から孵化した幼虫は成虫とほぼ同じ形で、サナギなどの段階を経ないまま脱皮を繰り返し成虫となる。脱皮によって変化するのは大きさだけで、形態の変化はほとんど見られないのだ。しかも成虫になっても絶えず成長し続けるから一生脱皮をし続ける。変態しないのはそれはそれで大変なのね。そしてこの無変態のグループから分岐したグループが変態を獲得したのだ。分岐が行われた時期はおよそ4億年前で、まだ古生代で分岐だった頃になっている。そして無変態から分岐した変態グループにもとある大きな特徴があるんだけど、それは何だと思う？原始的だった昆虫がどんどん進化していくのよね。エビみたいな見た目からバリエーションが増えたとか。当たらずとも遠からずなのだ。彼らは羽を獲得することに成功して、飛ぶという行為を最も初めに獲得できたグループでもある。ってことは鳥よりも早く飛べるようになってたってこと？そう、昆虫が飛び始めたのは今から3億5000万年前頃だけど、鳥が飛べるようになったのは2億年だから、昆虫の方がだいぶ早く飛べていたのだ。そんなに差があったのね。そしてその次に分岐したのがトンボやカゲロウなどだった。こいつらの共通点は覚えているかな？この子たちは不完全変態を行うのよね。彼らは一番原始的な変態を行うグループなのだ。その後バッタやコオロギなどのような不完全変態のグループが出現した。またカマキリはバッタ目じゃないけど、このタイミングで分岐しているのだ。バッタ以外にもいろいろな昆虫が分岐したのね。そういえば目って何だったかしら？分類階級の一つで、進化の道しるべを示すようなものなのだ。門やかなどの7つの階級に分けられて、目は4番目に来るものだよ。ありがとう、話を戻してちょうだい。さてバッタじゃない方からは、さらにカメムシ目が分岐していった。カメムシ目と言いつつ、カメムシだけでなくタガメやアメンボ、セミもいるのだ。彼らの見た目からもわかるように、カメムシ目は口が針のようになっていることが特徴になっている。さてここまでのトンボやカゲロウ、バッタやコオロギ、カメムシ目などの昆虫たちはみんな不完全変態を行うものだったけど、なんとここで新しい変態が出現する。その名も新変態なのだ。かなりそのままの名前ね。新変態は今までの不完全変態と何が違うのかしら？新変態を行うのはアザミウマ目という昆虫で、こいつは1ミリぐらいのちっちゃい生物なのだ。アザミウマは幼虫から成虫になる間に微動だにしなくなる時期がある。その様子はまるでサナギみたいに見えるのだ。幼虫なのに動かなくなっちゃうの？そう、旗から見ると全く動かない。でもその間に体の中では成虫になるための再編成が行われているのだ。役割も含めて本当にサナギみたいだわ。不完全変態が完全変態になる道の途中に現れたのが新変態なのだ。不完全変態の中に新変態が存在している。そしてこの後にやっと完全変態が登場するのだ。ついにお出ましだわ。完全変態を行う最も古い昆虫が現れたのは 3.2 億年前の石炭紀だとされている。完全変態のグループから最初に分岐したのはハチ目なのだ。ハチ目と言いつつアリもこのグループに含まれる。またハチ目は4大昆虫の一つにもなっているのだ。4大昆虫、初めて聞く分類だわ。種の数が圧倒的に多い4つの目を合わせて4大昆虫と呼ぶのだ。ハチ目は完全変態を行うから、卵、幼虫、サナギ、成虫の順番で変態を行う。よく知る変態になってきたわね。さて最後にここから大きく2グループに分岐する。その片方はハエ目がいるグループなのだ。ハエだけじゃなくアブやブヨ、カモハエ目に分類される。またリンシ目もこの分岐グループにいるのだ。リンシ目は蝶々とかだったわよね。
またこの輪子もクモシの数が多く4大昆虫になっている。そしていよいよ最後のグループを紹介しよう。この中には甲虫目をはじめとして指数が最大のグループにいるのだ。そもそも動物の中でも甲虫目は最大のグループなんだけどね。甲虫目は言うまでもなくカブトムシやクワガタがいるグループなのだ。お、昆虫の王者ね。他にもラクダムシ目やヘビトンボ目、アミメカゲロウ目もこの分岐グループにいる。首が長い昆虫が多い気がするわね。特にラクダムシという首が長い昆虫はとても興味深い変態を行う生物で、なんとサナギの段階でも幼虫と同じように歩くことができるのだ。羽化前にはサナギ室を離れることが多い。サナギなのに歩けるなんて不思議ね。一般的に知られているサナギは甲虫や輪子目のものが多いせいか、サナギはじっとしているイメージが強いと思うけど、サナギは意外にも動いているものなのだ。カブトムシのサナギは振動を発することで周りの幼虫から身を守っているということが最近の研究では分かっているし、なんとヘビトンボのサナギも多少は歩いたり噛みついたりする。サナギなのに噛みついたりするのね。トビケラ類のサナギは水中にあるんだけど、羽化をするときはサナギが足を動かして水面に泳ぎ上がってそこで羽化するし、カヤユスリカのサナギも泳ぐことができるのだ。サナギって全然動かないものだと思っていたわ。そういえば四大昆虫にはどんなのがいるのかしら。種の数が多い順に四大昆虫を並べると甲虫目、輪子目、ハチ目、ハエ目なのだ。あら、全部完全変態を行う種族なのね。完全変態ができる方が種が繁栄するのかしら。成長に従って異なる形態を持つ種は競合のない場を作り出したと言える。競合のない場所。幼虫と成虫は異なるものを食べるよね。例えば蝶は幼虫の時に発育変化をすべて成し遂げるために栄養豊富な葉をたくさん食べるのに対して、成虫は花の蜜を少し飲むだけで生きていける。こんな風に変態が成功戦略として機能していたから繁栄できたのかもしれないのだ。なるほど、子供と大人が食べるものが違ってそれが繁栄につながってるかもしれないのね。でも変態と繁栄の関係性については未だに研究が行われているし、昆虫にはまだまだ未発見の種がかなりあるはずだから、今後の研究次第では新しい事実がわかるかもしれない。研究が進むのが楽しみね。これまで変態の起源について進化系統をもとに歴史を振り返ったけど、ここからは変態を起こす遺伝子について紹介していこう。変態の遺伝子、人間には存在していないといいわね。2022年、とある研究が発表され、それによって変態に関わる遺伝子の一部が明らかになった。この研究を行って変態の遺伝子を発見したのは、産総研こと産業技術総合研究所の研究チームなのだ。おお、日本のチームが見つけたので、私は何も関係ないけどなんだか誇らしいわ。この研究は青門糸トンボとコシアキトンボを用いて行われたのだ。青門糸トンボはオスの成虫の先端が青くなっている。コシアキトンボは全身真っ黒なんだけど腰の部分だけ白いからこの名前が付けられたのだ。野暮がトンボになる不完全変態を行うのがトンボよね。そう、でも実はトンボ類の変態は不完全変態なのかは意見が分かれるところなのだ。え、どうして議論は起こってるのかしら。よく考えてみてほしいんだけど、同じく不完全変態のバッタの幼虫は成虫にそっくりな見た目をしているよね。まあ不完全変態だからそれは当然よね。でもヤゴとトンボを見比べてみるとまるで完全変態をしているかのように似ていない。確かにビジュアルの印象はかなり変わっているわね。でもトンボはサナギにはならないでしょう。そうなんだけど、トンボそのものが初期に分岐した変態昆虫ということもあって研究対象としてはとても興味深いものなのだ。ヤゴが水生生物だから特殊な変貌を遂げたという可能性もあるんだけどね。そのあたりが意見が分かれるところなのね。何にせよヤゴを調査することで変態の研究が進むと考えた産総研のチームは、幼虫と成虫それぞれの時期に働いている遺伝子を調査することにした。数千から数百万もの DNA 分子を同時に配列決定することが可能な強力な基盤技術である次世代シーケンサーを用いて網羅的な遺伝子解析を行ったのだ。よくわからないけどすごそうだわ。すごく簡単に言うと遺伝子のパターンを全部あぶり出して考えたってことだね。それで何がわかったのかしら。幼虫の時だけに全身に現れる8種類の遺伝子と
成虫の時だけに全身で発現する7種類の遺伝子、つまり変態に関わってそうな怪しい遺伝子を15個発見したのだ。この15個の遺伝子の中に変態を引き起こす、もしくは抑えているものがあるかもしれない、または全部全く関係ないかもしれないから、まずはこの15個の遺伝子を調べることにしたのだ。遺伝子を調べるって言っても、それはどうやってやるのかしら。体の一部だけに絞って狙った遺伝子の働きを抑える方法を用いた。そんなことができちゃうものなの？これは RNAi という現象を利用して行うもので、人工的に日本産 RNA というものを導入するのだ。2006年にノーベル賞も受賞している、特別な技術になっているよ。すごく難しそうで、すごくすごいのね。産総研のチームはこの技術を利用して、ヤゴの腹部表皮、尻尾のような部分で疑わしい遺伝子の働きを操作してみた。そうすると変態に関わる遺伝子が3つ存在していることが判明したのだ。その3つとは KRH1 遺伝子、E93 遺伝子、そしてブロード遺伝子というものだった。名前だけだと全くピンとこないわね。例えば変態を抑える遺伝子として KRH1 遺伝子が見つかった。幼虫のお腹のあたりで働きを抑えると、なんとその部分だけ幼虫のうちから成虫のようになる遺伝子があって、それが KRH1 遺伝子だったのだ。面白い。じゃあ他の遺伝子はどんなものだったの？ E93 遺伝子は反対に変態を起こす遺伝子だった。成虫になっても働きを抑えられた場所だけ幼虫のままになっている遺伝子だったのだ。変態を抑える、起こす遺伝子が見つかったのね。じゃあ3つ目の遺伝子は？3つ目のブロード遺伝子は特殊で、サナギと羽の発生に関わるものだったのだ。トンボの体内では変態を抑える働きをしているようだったんだけど、完全変態を行う昆虫の中ではサナギ科に関わり、不完全変態の昆虫だと羽の発生に関わっていた。種族によって役割が全然違うのね。トンボでは変態を抑えるのに、バッタやゴキブリでは羽の形成に関わり、カブトムシなどがサナギ化するのに関係している。そしてここまで紹介した遺伝子、変態を抑えたり起こしたりするものも、ブロード遺伝子のように互いに抑えたり促進したりと、複雑な遺伝子ネットワークが進化しているのだ。遺伝子ネットワーク、つまり変態の進化において変態を起こす遺伝子は突然現れたわけじゃなかった。すでに持っていた遺伝子の関係が変わっただけで、簡単に言うと遺伝子が使い回されていたのだ。遺伝子って使い回せるものだったの？実は羽やサナギなど新しい特徴を得るからといって、全く新しい遺伝子が絶対必要なわけじゃないのだ。もう持っている遺伝子を再利用して働きを変える方が早いからね。サナギや成虫に見た目が大きく変わる変態だけど、仕組みだけ見るとそこまで大きな変化じゃないのかもね。ここからはなぜ変態を行うのかを解説していこう。どうして姿を変えるのか、サナギになるのか、変態を行うのか、その理由は現在も謎に包まれていて、仮説と検証が進められている段階なのだ。まず変態を行う昆虫の本来の姿は幼虫、サナギ、成虫のどれなのかを考えてみよう。最後の姿である成虫じゃないのかしら？そう、さっき紹介した分岐の流れ、系統図を見てもわかるように、変態は後から獲得されたものだから、研究でもそう考えられているのだ。ただサナギについては大きく2つの意見が存在している。まず幼虫の姿を獲得した後にサナギの姿を獲得したという意見で、この考えのことをヒントンツモデルというのだ。成虫、幼虫、サナギの順に進化したと考えたのね。一方本来はサナギこそが幼虫段階に相当していて、イモムシのような幼虫は孵化が早すぎたものだという説もある。このような考えのことはベルレーゼモデルというのだ。こっちは成虫、サナギ、幼虫の順番だってこと？その言い方は正確じゃないんだけど、幼虫とサナギの立ち位置についてはまとまってない。とにかく成虫が先にあったという点においては一致しているのだ。ではそもそも幼虫段階はどうして進化したんだろう。これに関して3つの仮説を紹介していこう。1つ目はダーウィンが提唱したニッチ分割仮説なのだ。よくわからないけどニッチ、そうね。ニッチは日常会話でもよく使う単語だけど、実は難しい概念なのだ。簡単に説明すると、ある生き物が使う環境の範囲のことを指している。イモムシは葉っぱをかじって、蝶は花の蜜を吸うよね。このように
成長段階で利用する環境が違っている。そうすればたとえ幼虫の時に食料を全て食べてしまったとしても、成虫になった後は別の食料を食べれば生き続けることができる。さっき少し言っていた変態が繁栄した理由の一つかもしれないことと同じね。そう、こうすることで他の個体と競争する必要も少なくなるから、自分の生存率や繁殖成功率も高くなるのだ。理にかなった考え方だわ。ただここで問題なのはサナギの存在で、この説だとサナギになる理由は説明できないのだ。うん、確かにそうね。この仮説から時間が経った1954年、ゲノム分割仮説という説が提唱された。これは幼虫と成虫がそれぞれ遺伝子セットを持っていて、サナギの段階でそれらを切り替えているのではないかという説だった。どうしてわざわざ幼虫と成虫で異なる遺伝子を使うのかしら。それは幼虫と成虫では生きる環境が明確に異なっているからだと考えられている。生きる環境にふさわしい遺伝子を持っている方が生存や繁殖に有利だからなのだ。おお、この考え方も理にかなっている気がするわ。だけど実際にはゲノムの分割はされていなかった。幼虫と成虫がそれぞれ異なる環境にいるのなら、遺伝子の働き方を改変させることでその環境に適した特徴を持つようにできる。言い換えると遺伝的相関を打ち破ることができるのだ。ごめん、あんまりピンときていないわ。これに関して姫岸田一人という画を用いて行われた研究があるのだ。こいつは成虫も幼虫も羽や体に色があり、毒があることを捕食者にアピールしている。警告色ね。だけどこの色の度合いには個体差があって、その理由の一つに栄養的なコストがあるのだ。実はこの色を維持するのに栄養がかかっている。そのような前提を踏まえて、低温な場所と高温な場所という異なる環境でこいつの幼虫を育ててみた。低温環境下で育った幼虫は熱を保持できるように黒っぽく成長したが、一方高温の環境で育った幼虫は赤っぽく成長していったのだ。あら、それはどうしてだったのかしら。暖かく黒い色素を作る必要がないから、毒を持っていることを知らせる警告色の赤色を出したのだ。温度による体色の違いは遺伝子の働き方の違いでもある。そして成虫に変態すると幼虫時代の羽の色は関係なく、どちらの環境で育った幼虫も同じ色になったのだ。だけど体の色にだけは幼虫の色味が引き継がれていた。そこは影響が出たのね。この結果をまとめると、変態が起こることでリセットされるものとされないものがあるということだ。どの遺伝子の効果が引き継がれるのかを見極めれば、変態の謎を解く鍵があるかもしれないわね。そして最後である3つ目の仮説は分業仮説なのだ。簡単に説明すると、幼虫とサナギ、成虫にはそれぞれ役割が分かれているという説なのだ。食べて成長することに集中する幼虫、本格的に体を作り出すサナギ、そして繁殖に集中する成虫という風にそれぞれの役割が分かれている。確かに幼虫ってよく食べるものね。そうだけど、結局これらのどの説が正しいのかは未だに研究が進められていることなのだ。どれも理にかなっていそうだけど、決定的な確証は得られていないのね。さて今回は昆虫界最大の謎である変態について解説してみたのだ。変態って最初は何のことかと思ったし、そこまでよく知らない分野だったんだけど、変態の種類や歴史、今話題の説を知れて面白かったわ。個人的には新変態が気になったわね。不完全と完全変態をつなぐ存在だったわ。興味を持って聞いてもらえて嬉しいのだ。昆虫の不思議な生態である変態はまだまだ謎が深い行動でもある。今後も研究が進んでいくことを祈っているのだ。今回の解説はここまでなのだ。ご視聴ありがとうございました。